ってきました。はい、おめでとう。何回ですか今。今何回ですか。22回。今日22回目ってことです ね、はい。そしてなんとチャンネル登録数が200人超えまして、今日は202。これすごいことですよね。最初まだ全然登録がなかったんですけれども、毎回毎回いろんな方ゲストに来ていただいて、つないでいただいて200人超えました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ここから増えてほしいです。そうですね、もう絶対の平松さん来たので、はい、今日はまたガンっていう数字が伸びていくと思います。期待しましょう。はい、頑張ります。よろしくお願いします。はい、ということで今日も元気よく、私あのナビゲーターを務めさせていただきます、はい、門田直子と申します。どうぞよろしくお願いします。いやー嬉しいです、そんな拍手までいただいて、はい、なかなかこうスポットライトを浴びることがないので。そうです、ね、はい、僕も久しぶりですね、あのカメラが回って話すのは。あ、本当ですか。はい、もうなんか緊張してます。少し本当です。もうこの豪華なスタジオどうですか。すごいです ね、 はい、ね、ライトもたくさんありますし、開放的に、ね、なっておりますし、うん、もう除菌も徹底しております。床なんか結構いいですよね。そうですね、こうあのわざとこうね、あの張りっぱなしというか ね、 あの音も出ますからね、はい、ここにあの泥棒さん来ても絶対分かります。そうですね、はい、下で打ち合わせしてたけど上の音聞こえますもんね。そうですね、素晴らしい環境ですよね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、あまりあの周りは見ないようにしてもらって、はいね、はい、ということで、まあ、早速なんですが、平松さん今日来ていただいたので、うん、はい、あの平松さんが今、ね、立ち上げている事業の話もしたいんですが、せっかくなので、まあ、私 も、 もう地元出身でもうサッカー大好きなので、 J リーガー時代の話を聞きたいんですが、はい、いいですか。皆さんも聞きたいですよね。言える範囲で。はい、言える範囲で、まあ、あのワイルドプレイスという名で、まあ、活躍していたということで、まあ、プレーもワイルド、私生活もワイルドだったと、うん、お聞きしました。そうなのかなどっかの噂で。はい、あ、そうなのね。はい、はい、まあ、そういう話もしつつ、そうですね、まあ、あの平松さんといえばやっぱりもうこの2001年になりますけれども、エコパスタジアムができまして、こけら落としで V ゴールを決めたあの瞬間、これサッカーファンだったら多分分かるかと思いますけれども、ジュビロ磐田とエスパルスの試合、5万3000人の観衆の前でエコパスタジアムで初めてゴールをした。はい、で先ほどあの一緒にちょっとその YouTube が上がっていたので、それを一緒にね当時思い出しながらご覧いただいたんですけれども、まあ、ここではちょっとね大人の事情で、ね、流すことができないんですけれども、改めてその瞬間ご覧になっていかがでした。いや僕初めてそれ見たんですよ、さっきでも YouTube 上がってるのも知らず。あ、分かんなかったです。でもなんか YouTube で昔のエスパルスの試合があるっていうのは知ってて、そういうのはチラチラ見たことあるんですけど、あの映像はちょっと見たことなくて、はい、ちょうどあの平松選手が、まあ、延長でもう0対0でもうこれでドローになるかっていう瀬戸際で延長でも切り込んでシュートって、すいません、あの興奮しちゃって大丈夫ですけどね、やってる人より興奮しちゃってね。そうですね、いやあの本当に画像というか、うん、あの動画は本当に歓声がすごかったですね。まあなんとなく、でももう何年前です、20年ぐらい前なんで。そうですね、はい、2001年。本当に自分かなと思ってよく見ましたけど、はい、その当時はあの頭もね、はい、金色に、はい、なって髪型ですね。あ、髪型も頭金じゃ困る。あの結構こう野生的な顔つきでいらっしゃったんですけれども、はい、鋭い目つきでやってました、その当時は。あの瞬間って覚えてますか、ゴールした時は。いや覚えてますよ、あのキーパーがミスしてそれをチョンゴールですよね、はい、ラッキーなゴールでしたけど、まあ本当に嬉しかったですよね、うん、まあ、ダービーってなかなかこう、まあやっぱり気持ちもやっぱ違う。やっぱ違いますか。で多分ね、あの時は1位と2位がジュビロとエスパルスみたいな感じで、うん、
だったような気がする。3位かな、分かんないけど、まあそんな感じでやってて、まあそう、あの勝利はかなりでかかったですけどね。ねえ、はい、ぜひ皆さんにもそのね、私の感動を共有したいんですけども、ぜひあの YouTube にも上がってますのでね、ぜひご覧いただきたいと思います。そのあのまあキーパーさんがちょっとこうキーパーさん、ね、がちょっとコロってなったあの瞬間に平松選手がもうそこに食い込まなければ多分もうゴールはなかったと思うんですけど、あの時ってどんな思いで向かっていったんですか。いやもうさっきの見てて思ったんですけど、まあ、キーパーとディフェンスの間みたいなところにボールが来てたんで、まあチャンスあるかなって言って多分言ってたんでしょうね。その時はあんまりそんなにね鮮明には覚えてないんだけど、まあそんな感じだったのかな、でもまあ1点は1点なんでね。あの1点がやっぱりこの、ファンサイトでもこう選ばれる、ランキングではすごく上位の方になっているっていう話もありましたのでね、平松選手のその、スーパーゴールはすごかったと思います。まあまあ、はい、そうですね。あのゴール決めた後も選手にもみくちゃにされてましたね、はい、まあ、みんな爆発ですよね、あの時は嬉しさが。すごく嬉しい、まあ、本当に嬉しかった、まあ、V ゴールなんで今泣き、はい、なんでもうあれで試合がピタッと終わるんで、まあ、非常にこう、あ、終わったっていうのと嬉しいのが爆発した瞬間じゃないですかね。周りからどういう、こう声援を、いやでも、まあ、選手的にはこう必要以上な、お、よくやったはないんですよね、どんな試合でも。あ、そうなんですか。まあまあ、でも優勝とかじゃないんで、はい、あれって、はい、あの一つの結果が あそこで出たわけじゃないんで、なんかこうそこで何かするとかはないですね、まあ、次 の、 2週間ぐらい開けてまた試合があったような気がするんだけど、ただもうどんどん切り替えて次の試合って感じですよね。じゃあその喜びになかなか浸ってるっていう時間はないですね、まあ、優勝してとかはあるんですけど、はい、まあ、あの時多分リーグまだ途中の何節かだったと思うんで、そういうのは必要以上にはないです。あ、そうね。まあ、でもあの、はい、友達とかからはよく当時メールですよね、あと電話もらったりとか、まあ、そういうのはすごく、多かったですよね、あの試合に関しては。すごかったですよね、あの5万3000人のその歓声というか地響きがありましたもんね。そうで、次の年にワールドカップが日本であったんですよね、はい、2002年。そうですよね、はい、でその前の年だったんで、あー、ワールドカップってこんな感じなのかなっていうのはちょっとグラウンドに出た時、ウォーミングアップで、まあ、その時にちょっとそれは思ったかな。あ、あ、こんな感じすげえなみたいな。周りの歓声とかそういう様子っていうのは目に入るものですか。あ、だからウォーミングアップの前とかちょっとリラックスする時間とかはちょっと外に出て、初めてまあエコパに入るんで、はいはい、どんな感じかなみたいな感じですよね。なんかそういう感動をこう味わってるってなかなか一般人からするとね、まあ、非常にいい、はい、あのプロサッカー選手っていうのはすごくいい経験だったなって、今の仕事とこうつながるところもありますし、ね、そこは思いますね、はい、なるほど、まあ、そういったあの歴史的瞬間のゴールを決めた平松さんなんですけれども、今のエスパルスの見方というんでしょうかね、今どうですか、実際エスパルスの。エスパルスどうなんですか。いやいや、あんまり。いや、僕も、ね、仕事し始めたらいろいろ昔みたくはあの、ごめんなさい、あの見る機会多くないんですけど、はい、まあ、なんか、まあ、自分が年取ったせいか、なんだろうね、若い選手が多いなと思って、ね、思っちゃうよね。今季はガラッと変わりまして、うん、あの平松選手が、まあ、Jリーグのアイスタルスの時代時と今の人たちとはやっぱ違いはありますか、はい、うん、でもあのすごく上手な選手がいっぱいいるなっていうのは思いますよね、うん、まあ、僕よりもやっぱ上手い選手いっぱいいますし、はい、当時の僕よりも全然上手い選手いますしっていうのはありますね。技術的にはやっぱり、うん、今の子たちは上手じゃないかな、上手い選手が多い、まあ、あとは僕らの時代はやっぱハート の、 あのメンタルの部分をかなり言われてたんで、
まあ、そこら辺が伴ってくるといいのかなと思って、別に今悪いって言ってるわけじゃないですよまあできればね、もうちょっと、ね、そうそうそう頑張ってほしいっていう気持ちはありますけど、山本さんがその選手時代ってそのメンタルってどのように鍛えられたんですか？うん、いやもうあんま言えないぐらいまあでもすごい先輩たちいたんで、はい、某Jリーグの監督やってる方もいますし、まあ、エスパルスに入ってる方もいますし大丈夫ですよ、ピー流れませんけど、流れないよね、はい、だけどこう練習とかでもやっぱり僕ら高校からあのプロチームにこう練習行かせていただいて本当にいい環境だったんですけど、もう後ろからその先輩方が思いっきりボール関係なく、はい、蹴りと、はい、ありましたね、はい、それをかわす若手、それで相乗効果みたいな、あでもそれがあったからこそこう、そうね、逃げるというかそういう瞬発力というか、だいたいボールをこう若手が取るじゃないですか、はい、で僕なんかそれ好きなんですけど、そうするとものすごい顔真っ赤っかにして後ろから追っかけてきますからね鬼軍曹みたいな顔して、はい、でそこをこうどうやってうまくかわしていくかっていうのは、だから練習中ももう本当に削り合いの喧嘩ですよね、もうあれは。まあそういう風になっちゃうんで、もう監督がはい練習1回終わりって言ってちょっとクールダウンさせて、でその時はもう練習終わっちゃうんですよ。あ、1回やめちゃうんですか？やめちゃうんです。まあだから非常に素晴らしい先輩たちがいっぱいいたなっていう感じですよね。でもそこで、いや若手もすごくそれで強くなるんで、まあ、非常にいい環境でしたし、はい、まあ、でもその時多分一番強かったんじゃないかな、スタッフが、うん、いい子はいな、まあ、本当一人親方の集まりで、いい子はいなかったですね、誰一人として、うん、で優しい子とかいい子はもうついていけないからやめていくっていう、へえ、うん、その環境の中で、うん、まあ、練習していたわけですよ。想像がつかないですけど、ね、ちょっと今の時代だと恐ろしいですよね。うん、まあそうですね、うん、まあ、僕がエスパルス辞める1、2年ぐらい前からそれがやっぱり変わってきて、やっぱりこう本当に優しいいい子たちの集まりにこうなってきましたね、うん、ちょっと嫌味っぽかったですねまあ、本当もう少し切り込んで当時 の、まあ、名前も聞きたかったですし、まあ本当に、まあ、終わったら言いますよ名前は血の気の多い選手たちがいっぱいいっぱいいました、いっぱいいましたということですね、はい、まあ、皆さんじゃあご想像にお任せするという、でも大体サッカー好きな人だったら大体わかるですよね、わかんないかなまあじゃあおいおい、はい、あんま上の人言うと怒られるからね、もう案外これ、ね、まあそれで登録数増やしていただければ、それでもいいよ、としては、はい、嬉しいですけれども、はい、わかりました。だから戸田和幸とかいるでしょ、はい、あれとかアレックスとかはもう毎回殴り合いになるんじゃないかっていう喧嘩だからね、うん、でもあそこの信頼ってめちゃくちゃ厚くて、やっぱ一つの目的に向かっていくために喧嘩するんで、うん、まあ、本当に必要な喧嘩、うん、まあ、この前もちょっと言わせてもらったんだけど、まあ、安心して喧嘩できる先輩たちがいっぱいいたっていう感じですよね、はい、その時代は。で僕こうやって言ってても、はい、結構うまくやるんですよ、ミコよくて、はい、静岡弁ですね、はい、そうですね、ちょっとそれはすごい時代だなっていうのはね思いますけれども、うん、さあそんな平松さんなんですが、もう終わりですか？いいですか？いいですよ。先輩方がご覧になってじゃあまた次回にしましょうか、はい、そしたら、ね、生放送で見ていただいて、はい、何度もね、はい、出していただければと思います、はい、さあそんな平松さんなんですが、現役を引退されてからのまた、うん、事業というんでしょうか、また第2章が始まりまして、今行っているというのが、まあ、障害児のスポーツクラブと放課後デイサービスの、まあ、事業を立ち上げたということなんですが、はい、まあ、そのことについてちょっとお話を伺いたいんですけれども、はい、またサッカーとはまたかけ離れた、そうですね、はい、うん、まあ初め入ったきっかけは、はい、
まあ、サッカーの時に知り合った方がいまして、うん、でその方がちょっと医療機器の会社をやってまして、はい、それでまあ介護とか、まあ、その福祉事業のこと詳しくて、うん、でちょっとご飯食べる機会があって、その時にこうどうだお前っていう話をされて、それで入ったんですよね。で、まあ、その人も本当にやるんだったらもう現場入ってからやれっていう厳しい人だったんで、はい、現場に入ってまず介護から入って、はい、でその後に、障害児の、福祉の方に、はい、移っていったっていう感じですよね。じゃあ実際に今介護施設に行って、まあ、お世話したりっていうのを。あ、そうですそうです。夜勤もやりましたしね。あ、そうですか。夜勤もやりましたし、はい、本当に現場ですよね。で結構福祉ってお金を出して、お金だけ出してはいやってっていう人多いですよね、はいはい、現場わかんないし、波長とか、それだと職員がね、今の時代もうついてこないし、分かってないとっていうのもあるんで、まあ、それでその社長に現場にから入って修行しろって言われて、それでですよね。じゃあ実際にまあ何年か、まあ、そういう施設 で、まあ、本当に現場を見てきて、まあ、いろんな、ね、いいところもあれば悪いところも見てきた中で、その立ち上げたのがこの未来学院、はいはい、どういったところなんでしょう。まあ学校終わった後に、はい、障害の持った子どもたちが来る、うん、まあ、そこで支援をするよという施設ですね、はいはい、今できて何年。今は4年目に入りまして。4年目に、はいはい、っていう感じですね。そうなんですね。実際どうですか、こう、まあ、形からもこうなっていって4年経ちましたけれども、まあ、僕はこれ事業所が清水区の興津っていうところにあるんですけど、はい、まあ、環境がすごく良くて、うん、なかなか街中ではできない支援をしたいっていうのを僕はもうずっと思ってまして、はい、まあ、川があったり海があったり山があったり、はい、まあ、畑ですよね、うん、そういうところでこう子どもたちを支援したい、うん、遊びから支援を入れるっていうところをやりたくて、うん、まあ、社会的なルールですよね、うん、順番守るよとか、本当に友達と仲良く遊ぶんだよとか、うん、そこをその自然を使ったところからこう支援を入れていくっていう感じですよね、うん、まあ、そこがうちの特色でもありますね、うん、まあ、こういうところに閉じ込めてじゃないですけど、うん、施設内で見て、うん、おもちゃで遊んで、はい、帰ればいいよっていうのとはまた違いますね。放課後デイサービスですとね、本当にこう、まあ、一つのところで集まって宿題やったりっていうのが、うんうん、まあ、一般的かなと思うんですけど、平松さんだからこそできるってい こう体を動かして実際その現場に行って体験するっていう活動をねされていて、ホームページにもお子さんたちと実際にそのお金を出して買い物を行ったりとかもするんですね。します、はい、しますね。なかなかこうお金を出してこう買い物ってお子さん今ね、こうピッという時代ですから、まあ、そうですね、だからすごくいい経験だなと思います。実際こう外に出てみて子どもたちの反応どうですか。いや、多分海に行ったことないとか川で泳いだことない子がめちゃくちゃ多いんだなと思って、知らないんですよ。だから危ないことも知らないんで、その経験をさせてあげたいっていう、まあ、わざと危ないところ連れていくわけじゃないですけど、まあ、川だったらこういうところ危ないよっていうのもやっぱ教えていくところも必要なのかなと思ってますけどね。やっぱり、うん、まあ、その事業者が リスクがあるからって全部をこう、ね、守りに入っていくではなくて、うん、やっぱりそのサッカー時代の経験を生かして攻めて攻めていろんなところにこう、うん、ね、挑戦していくっていうのはやっぱり平松さんだからこその、まあ、そうですね、ね、はい、未来学院じゃないですか、はい、はい、他の事業所と一緒のことやってもしょうがないし、うん、結局何かあると平松遅いことやってるってまた言われる。なんでやっぱり新しいことをどんどんやりたいし、やっぱ新しい支援内容とか、まあ、実際はね、子供たち来て DVD 見せておもちゃで遊んで帰らせれば子供は来たいし安全だしお母さんも助かるっていう事業所もありますけど、でもそうじゃないなっていうところで、まあ、一応 J リーガーというプロのところにいたんで、
本当にそこら辺はちょっとプロとしてこだわった支援をしたい施設を作りたいっていうのが、うん、まあありますよね。で、あの、まあ、その障害をお持ちの方がサッカーやったりとかそういう運動したりっていう、うん、という部門も今やってらっしゃるんですよね、うんうんうん、はい、はい、そうです。今カンペありましたやっててこう辛かったこと何かありますか？あ、やってて辛かったこと、はい、あのか、まあ、介護の話になっちゃうんだけど、やっぱり初めのおむつを交換するとか介助とかは、いやもうそっからやってたんで、なかなかそこは初めは嫌でしたし、おむつ変えてる時にテレビで後輩とかが J リーグの試合やってるでしょ、はい、なんで俺こんなところで介護の仕事してんのかなとか、まあ、それが 2,3 年あって、でもいつかものにしてやるぞっていうなんか気持ちもあったり、なんかまああのある意味華やかなところにいたんで、なかなかそのギャップになれるのは、でもプライドももうなかったんでね、その時はもう仕事に対してのプライドだけで、はい、サッカー選手とのプライドはとしてのプライドは別になかったですね。でもそこを乗り越えてこう今が、ね、あるわけですけれども、うん、まあ、やっててそのやっぱ嬉しかったこととか、うん、こう、あ、良かったこと今思うとどうですか？嬉しかったことは、はい、うん、やっぱり僕らあの児童の子どもたちの支援をしている事業所なんですけど、うん、やっぱりこう本当にお母さんお父さん困ってる方も多くて、で子どもたちも居場所がなくて困ってる子もいる、うん、やっぱり一歩でもちょっとでも前に進んでいくのが目に見えると、子どもの成長って本当早いんで、本当にその瞬間はね、あの嬉しいですよね。それ毎日感じれますね、うん、はい、確かにあの子を持つ親としては本当にあの子育てって毎日が葛藤で毎日が悩みで、どこにそこを打ち明けていいんだろう、うん、もちろん、うんうん、その学校で大丈夫かなって本当に不安が積み重なって積み重なって爆発してしまうことがあるんですけど、はい、そういった時に平松さんの、あの授業やってるところでちょっとでもこう、ね、ノックして扉開いていただければ本当にこう拠り所というんでしょうか、はい、なるかなっていう感じはするので、まあ、子育て世代で悩んでいる方でちょっと、ね、不安があるよっていう方いらっしゃったら、ぜひちょっとこうね、平松さんとも会えますし、はい、あのいろいろお話聞けますのでね、はい、ちょっとノックしても大丈夫ですよね。もう全然大丈夫です。あの平松さんの、まあ、ホームページも未来学院で調べていただいてもありますし、はい、ます、今後またさらにいろいろ拡大をするということで、はい、まあ、いろいろあの、はい、いろいろ事業者やってるといろいろ課題がやっぱ本当に出てきて、はい、あのそこら辺もちょっとこれから考えて前に進んでいかなきゃなんないなとは思ってますけどね、はいはい、具体的にはどういった授業をまた新しく、いや、あのやっぱり中学生と小学校1年生を一緒にやあの支援するのも大変なんで、あのやっぱり別でその年齢に合った支援をしていくっていうのはやっぱり大事かなと思ってます。う、まあ、そういうのをできたらいいなと思って、まあ、今後ちょっと今考えて作戦を練ってるところですね。じゃあ、あの最後にあの、はい、またメッセージをということで、今日今、世界中の方がですね見てらっしゃいますので言う前にそれ言われちゃうのが嫌だよねあのでも本当に悩んで悩んで、うん、どうしようっていう方も本当に多くいると思うんですね。私も近くにこういった事業があったらぜひともっていうふうに思ってしまいますので、はい、で事業所はいろいろあるんですよ。はい、はい、でまあその中身は分かんないよね、中身がねいろいろ本当その子に合ったものを、うん、で専門のスタッフさんもいらっしゃるということですのでね、はい、はい、なんかこう親がねこれはこ うちの子供はダメですダメですって決めるのではなく、やっぱちょっと一回外に出してみていろいろ相談してみるのもいいかなと思います、はい、じゃあ最後にごめんなさい、最後、はい、はい、あそこら辺を見ればいいんですよね。あそこら辺でもう世界中を見てます。はい、はい、いいですか？はい、どうぞ、はい、カメラ狙ってます。本当ですか？事業のこと言えばいい？何を言う？はい、事業のことでいいの？そうですね、ちょっとあの悩んでる方いらっしゃったら、まあ、もしお問い合わせとか何か、はい、おきつで未来学院という放課後デイサービスをしてます。最後は、ね、はい、最後はあの、はい、あります、学習などではなく、人間、人だと僕らは思って信用していますので、いつでも連絡をください。
でいいですか。はい、よろしくお願いします。はい、あのぜひあの私も実際にねこちらの方に行かせていただいたんです。はい、すごく開放的でスタッフさんも優しくて、はい、話しやすい雰囲気でしたので、はい、何かちょっとでも困っていたことがありましたらね、ぜひともちょっとこう、はい、はい、扉を開けてみたら世界がまた広がると思います。ということで、なんともう時間がもうあっという間ですけれども、何か言い残したことが私はあります。はい、平松康平さん、なんと昨日お誕生日でした。 ありがとうございます。はい、1980年の4月19日41歳という、はい、なりました。はい、厄年です。まあさらなる、今のところ大丈夫です。はい、さらなる発展をということで、はい、期待しておりますので、はい、頑張ります。今日は本当にお忙しい中来ていただきまして、いえいえいえ、はい、ありがとうございます。また何かありましたらぜひ、はい、呼んでください。いいんですか、また来ていただけますか。はい、この豪華スタジオにぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ではここで一旦 CM をご覧いただきます。どうぞ。ツンテレってご存知ですか。いや、ごめんなさい。ツンテレ、いや、ないです。ツンテレはちょっとわからないですけども、ツンテレってご存知ですか。何それ、知らない。ツンテレ、どうも。そんな話したないよ、まだ。ツンテレって明日ラスト、新タラスト言うけどさ、スンテレですか。すいません、存じ上げませんが。はーい、スンテレ再び登場です。よろしくお願いします。さあ、続いて2人目のゲストをご紹介いたします。すごい出立ち。とんでもない。なんか馬ってきそうな感じですけどね。そうです、さあ、今回はオーガニックライフサポートの山田あゆみさんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。こういう感じなんですね。そうなんです、すごい。ちょっと緊張して、すごいしてます。初めてです、 YouTube。 あ、本当ですか。あの、あの辺りを、この辺でいいですか。はい、スタッフさんも、ね、今3万人ぐらい。すごいですね、はい、だからめっちゃ緊張しちゃうんですよね。そうなんです、すごいハンサムで、みんな。そう、ハンサムで、本当イケメン揃いですね。はい、楽しい。はい、ということで2人目のゲストなんですけれども、実は私とも、まあ、ママ友ということなんですけれどもね、まあ、あの詳しく話しますとね、本当に私のお家の近くのカフェの店員さんでいらっしゃって、よく私があのちょっとこう一息入れたい時にあの休んでるんですけど、たまにそれにコーヒー飲みに行く時に店員さんでちょっとこう会話をしたんですけれどもね、そしたら、まあ、いろんなこう活動をしてらっしゃって、で健康志向ということでね、お話をいろいろ聞いたんですけれども、で今回あのこの週末4月25日の日曜日に山田さんがずっと、抱いていたマルシェをね開催するということで、今日はその PR をさせていただこうと思いまして、私も応援隊として来ました。よろしくお願いします。ということで、ちょっとこの今週末25日日曜日に行われます初開催のウェルネスマルシェについてちょっとお話お願いします。はい、はい、静岡市初ウェルネスに特化したマルシェを行います。題してボルドーハウスウェルネスマルシェと言います。はい、どこ見ればいいですか。あの辺の方ですか。はい、これがねあのチラシなんですけれども、ちょっと見かけようかな。はい、あのボルドーハウスっていう、これ実は山田さんのご自宅なんですね。
そうなんです、はい、ご自宅ですご自宅の前で、この初開催のマルシェを開くということなんですが、どういったお店が1,2,3,4,5,7 店舗ぐらい来ていただくんですけれども、はい、ロースイーツ、なんか生きた酵素のスイーツっていうものがあります。なんかそちらのロースイーツ2店舗と、あとフランスのブルターニュ発祥の伝統ガレット、あ、はい、ガレット職人の方が、本場のガレット職人の方が来ていただいて、こうこっちこうこう、オッケー、はい、来ていただいて、ね、ガレット、ガレット、そうなんです、はい、その場で焼いてくれます、うん、であとはイギリスに留学されて、やっぱそのイギリスで焼き菓子、そうです、スコーン、あと有機農家さんと自然の農法の農家さんも来てくださり、すごく盛りだくさん、豪華な出店者さんが揃っていただけました。はい、ぜひ。そうなんですよ、これ場所が静岡市葵区の公園前、田町公園、まあ、私たちも子供時代によく行きましたけれども、ね、まあ、地元が私たち田町なので田町公園があるんですけれども、その目の前のこのボルドーハウスのご自宅前で山田さんがこだわってこだわったこのマルシェを開催ということですので、ぜひ皆さんいろんなことに来てほしいですね。そうですね、はい、こちらのマルシェで、そう、来ていただくだけで美意識とか健康とかが自然に上がります。ぜひ楽しんでてください。はい、ちょっと今日緊張してね、私の方が声が大きいんですけど、いつもはねもっともうバン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 喋ってるんですけれども今日はこういった入れ立ちなんですけれどもね、本当にファッションセンスも抜群でして、こういった山田さんがマルシェでの店員さんになってますので、ぜひともその健康志向の本当に高い方なので、ちょっとこう相談でもいいですしね、はい、何かこう悩んでることがあれば直接相談していただければなと思います。さあ、そんな山田さんなんですけれども、日々ね、実はいろんな活動をしていまして、ちょっとお写真を用意したんですけれども、春休みには今回は、親子会ということで、オーガニックテイスティングパーティーということでね、はい、開いたんですよね。その様子の写真をちょっといくつか、はい、ご覧ください。これチラシですね。そうなんですよ、はい、これは4月の5日、5日です、はい、行われたところです。春休み企画中ということで、お子様に向けて、親子でのパーテイスティングパーティーになります。はい、じゃあ続いてどうでしょう。はい、すごい材料が、そうなんです、なかなか何なのか分かりますけど、はい、これが一応私は普段、はい、オーガニックライフチェンジしてからの普段の調味料など持ってきました。はい、そしていろんなものを、これは何、これエディブルフラワーって言って食べれるオーガニックのお花なんですよ、すごい可愛くて彩りに使いますね。すごい、もう本当に今インスタ映えですね。そうですね、はい、映えてます。で、食べれる、食べれるんですよはい、続いてどうぞ。あ、これじゃあお子さんたちと一緒に、そうなんですよ、うん、餃子の皮をちょっと私こねてきて、はい、それで皆さんに餃子の皮作っていただいて、はい、っていう形で、すごい私より皆さんの方が上手で、うん、なんか無我夢中ですね。そうなんですよ、はい、ちょっと職人っぽくなりましたね皆さん、そうです、はい、そうです。そしてこういう風に実際にお子さんたちに作って、はい、はい、もらってできたということですね。はい、はい、さあ、でこれ実際焼いて、これは餃子？そうです、ね、うん、豆腐ミートを使った餃子です、うん、はい、さあ、そしてこれで今作りました子供たちも楽しそうですね、なかなかこう今 ね、そこに触れて自分で作るっていうのがないですのでねさあ、そして出来上がりの写真があると思います。こちらです、どうぞ。わあ、美味しそう。ありがとうございます。すごい華やか。手前はもうローケーキになりますね、はい、うん、酵素が生きてるってね。あ、そうです、そうです。私ローって言ったんで、もうずっともうなんかカロリー低いのかな違うんですね、生の酵素が生きている、そういうケーキということで、はい、じゃあ続いてこちらは、こちらがお客様たちが作っていただいた大豆、あ、豆腐ミートです。豆腐ミートの餃子です。へー、ビーガン餃子って呼んでます。ビーガン餃子、はい、
出してます、自分で。ビーガン餃子。そうなんですよ、動物と精油を使ってないんですよ。あ、そう、そこの肉じゃなくて豆腐でやってます。はい、続いて、あ、これはスムージー。そうなんですよ、私オーガニックスムージーを作ってまして、ちょっとそうなんですよ、普段これは食べてます。さあ、そしてみんなでできましたという写真ですね、はい。いや、すごいこう健康志向で子どもたちにもこう伝えてっていう感じで、そういった活動をなさってるんですね。はい、そうなんですよ、ね。まあ、そういった山田さんがね、開催するあのマルシェが今週末にありますので、ぜひとも皆さん、田町公園前のボルドーハウスですので、まあ、このウェルネスっていうのがもう、ね、健康に参加したということですので、ちょっと行ってみたら健康になれるかなと思います。さあ、ぜひお願いします。さい、さあ、ちょっとね、短くなってしまいましたけれども、第1回ということで、ぜひとも皆さんでこのマルシェを盛り上げていただきたいと思います。はい、じゃあ言い残したことは、あれ言っちゃっていいですか。はい、まだまだイベント。そうなんですよ、スムージーってちょっと露店とかでは出せないんですけれども、店舗でだったら出せるということで、あ、カナイさん、カナイさん、あ、カナイさんいる。すみません、本人がいました。いるじゃん。見ていただきました。あなたなんか、びっくりした。今全部出てきた。こんにちは。椅子がない。カナイさん、店舗を手掛けていらっしゃるということで。カナイさん。はい。そうなんで、最後の晩餐で、オーガニックスムージー、私のスムージー出させていただきます。めっちゃ美味しいんで。本当にあの感動しますよ。はい、いつですか、はい、これは。あ、そうでした、はい、ゴールデンウィークの5月3日と4日です。はい、ぜひ。スムージーの概念が変わります。ということで、金井さんからそういう思いを受けてもらったので、ありがとうございます。お邪魔しちゃいます。ありがとうございます。山田さんね、いろいろこういろんなところで、ね、活躍、ね、そうですね、頑張ります。ということで、まあ、またちょっといろいろこうお話も聞きたいので、また山田さんにもね来ていただこうかなと思います。最後に、実は山田さんも4月18日お誕生日ということで、すいません、みんな、はい、ありがとうございました。そして、バースデーの写真を用意しました。サプライズどうぞ。はい、誰だ、誰ですか。20年前ですかね。そうですね、20年前ですね。山田さんです。なんかこの当時は、こういう風ないでたちで静岡を盛り上げていってました。もう第一線で活躍してまして、第二章はこういう人たちで検討しようと思いますので、はい、ぜひとも。やばいですね。やっぱりやばい。ね、そう、ちょっと笑い取れたかな。笑い取れてるじゃん。すごい見てますね。はい、ぜひとも山田さん来てください。お願いします。ありがとうございました。山田由美さんでした。ありがとうございます。さあ、それではここで一旦 CM です。ご覧ください。ありがとうございました。はい、一番綺麗なオムレツにケチャップかかりました。はい、セラビの鈴木圭介シェフです。おはようございます。はい、これは何を入れますか。秘伝の卵の、あの割り玉ですね。おお、卵だけじゃないんですね。もちろん、もちろん卵とクリームと入ってまして、まあちょっと企業秘密ではあるんですけど、混ぜ方に特徴があります。企業秘密だそうです。はい、これはシェフはもうずっと練習じゃなくて、仕事の上で何回も何回もやったんですよね。そうですね、1万何千個と作ってきてますね。お、この辺も、あ、もう、もう綺麗になっちゃった。上向いてる間に綺麗になっちゃいました。差し替えみたいですね。はい、そうだね。早い、早いですね。はい、こっち行きます。はい、はい、これトロトロふわふわでいうと何なんでしょう。トロトロふわふわです。トロトロふわふわ、トロトロふわふわです。トロトロふわふわ、はい。
じゃあこれにケチャップが奥様ですね。ケチャップがかかってこれで完成ですね。はい、今日の1個目ができました。お客さんがシェフの手元を見ています。ちょっとしたショーです。はい、何個？2個です。はい。お会計お先に4つよ。もちづきせつこ様。4つって頼んだんだけど。あ、じゃあ4つでも全然。11で4つって頼んだんで。了解です。はい。大丈夫です。はい、今日はいくつ作りましたか？102個です。頑張りましたね。すごいですね。いえいえいえ。それで、あのレストランでやってるのとこういうお店でやるのと何が違いますか？お客さんとの距離がもう圧倒的に近いので、あの一つ一つ作りながらお客さんと目見て会話ができるのが何よりも楽しいですね。楽しかったですか？楽しかったです。ありがとうございました。美味しそうでしたね。今のはね、はい、あの駿河区にあります、はい、セラビというフランスレストランのシェフが、はい、あの長谷通りのごちそうマートに来まして、はい、空き店舗の中でオムライスを作ってくれると。すごい人気で月に1回やるんですけれども、予約でいつも満杯になっちゃうんですね。100作るんですけど、もう来月も5月7日ですけどどうかな。この前1週間くらい前に70まで行ったとかって、わ、そろそろいっぱいかもしれません。すごいですね、はい、まあ、もう出だしからでも美味しいなんて言っちゃいましたけども、ね、さてもうこの時間もお腹空いてきたんですけれども、やっぱりこの方にいろいろねお話伺っていきたいと思います。恒例のごちそうマートの美味しい情報コーナーです。鈴木敏夫さんです。はい、こんにちは。ごちそうマートって何だか知ってますか？知ってます、はい、よく通っておりますもん。あ、そうなの、はいはい、ただまだちょっと一歩踏み出せなくて、ええ、あの長谷通りにあります空き店舗を利用しまして、はいはい、で一つは私ちょっと取材する人だもんですから、取材した先の方に出てきてもらう、うん、あとは長谷通りに、の皆さんに役に立つお店に来ていただくということですね。でさっきのセラビさんなんかは取材をして、それで来ていただいたということになります。実際お店の方が来てお店の人が対面でも販売するということですね。空き店舗がありまして、うん、私はですね何ができるわけじゃなくて、いやこればっかですから口先だけなので、やっぱり来てもらって、あのね、イベントと違うのは、はい、例えば毎週とか月に1回やるので、うん、長谷通りの皆さんとお友達になるんですね、はい、うん、そうするとこの前の美味しかったとか、はっきり言うけどこの前のは硬かったとか、そういうことを、ね、言ってもらえるのが、ね、お店の人、特にね、うん、あの立ち上げたばかりのお店もいますので、ご飯少ないとか、はい、しらすが多いとか少ないとか、大きいとか小さいとか、そういうの言ってもらうとね本当に助かるんですね。もう直接その意見交換ができるっていうことですね、うん、はい、そうなんです。なんか今の時代のこうネットを使ってっていうのではないですね。思いっきりあれですね、実はねほとんどネットって使ってませんで、お店で、こういう、チラシといいますか、うん、はい、スケジュール表を出してるんですね。これうちの奥さんが作ってるんですけど。え、そうなんですか、はい、ね、載ってますよね。ありますよ。でこれがいいのはとにかくお店の前に来る人が、あのこれ見ていくわけじゃないですか、うん、なので、ポスティングみたいに、別に来なくてもいいと思ってる人じゃなくて、来たいと思ってる人が見ていったり持って行ってくれたりするのでとってもいいんですね。それで、21日からは、石津マートとかですね、いろいろ来てるんですが、大丈夫です、今日はね、まず火曜日、はい、火曜日に毎週来てくれています磯藤さん、この27日ですね、来週はね、はい、磯藤さんご存知？知ってますよ、とんかつとかでね。おで、島田の、はい、日本料理のお店なんですね。そうですね、はい、その毎週来ていただきまして、お年寄り向けにハーフサイズの天丼とかカツ丼とか作ってくれてるんですね。そちらの動画がありますのでご覧ください、はい、今日はこちらに和菓子の
門屋さんがいらっしゃってます。おはようございます。でこちらが磯富士さんです。おはようございます。愛ちゃんとお父さんです。はい、よろしく。お父さんは今日は何時に起きられましたか？今日は5時です。うわ早いですね。で島田から持ってきてくれた。そうです、うな丼、新しい焼肉丼ですね、こちらがね。そして、はい、天丼、おいしそう、カツ丼、うん、海鮮雑炊で、こちらがお惣菜になりますね。みんな小ぶりなんですね。あ、この辺りが磯富士さんの、ね、年配の方にも、お年寄りにちょうどいいんです。ご自慢のものを一品選んでもらうとしたらどれでしょう？何がいいか、天丼が一番やっぱいいですか？ちょっと見せてください。天丼はね、すぐ売れちゃうんですよ。ミニ天丼です。ミニ天丼ですね。小ぶりですね。小ぶりなのはどうしてですか？ご年配の方がどうしてもお客様で多いもんです。これ400円、通常量の半分ぐらいの感じですけど、そうですね、値段の方も半分ぐらい。まあ、海鮮雑炊が、うん、海鮮雑炊、これ娘さんで、はい、愛ちゃん、愛ちゃんがすごく上手に売ってくれるんですね。テイクアウトでお雑炊ってちょっと珍しいと思うんですけど、はい、うちの割烹料理屋なもんですから、お出汁がとても効いていて、はい、一度買っていただいた方は次も必ず買っていただけるリピーターの多い一品になっております。なんか優しい感じのお客さんが多いみたいです。とてもありがたいです。ここ出てきてよかった。よかったですね。嬉しいですね。開店、これが発生通りです。10時5分前ですけども、今日は早いですね。お客さんがこんなに見えてます。で、何がいいかっていうと、その物もいいんですけど、はい、お客さんとお店の間にですね、なんとなくこう友達関係みたいのができていくんですね。それがね、とっても良くて、はい、で、写真を何枚か準備しましたんで、それを見ていただきたいんですが、はい、スナップ写真ですね。これは雨がひどかったんですよ。あ、外雨ですね。雨がひどくて、はい、それで島田で、日本料理屋さんが、カツ丼とか天丼とか作って持ってきてくれるものが少し遅れたんですね。それだもんですから、次行きましょうか。こんな天気で、それでもですね、ちょっと遅れながらも来たらですね、自転車で雨の中来てくれる方とかいらっしゃるんですね。じゃあ次行きましょう。これ一番前の人、カッパ来てますでしょ。これ清水さんとおっしゃるんですけどね、ちょっと年配の方でよく来てくれるんですよね。皆さんすごい手に持ってます。すごい手に持ってます。この日はですね、奪い合いが起きました。争奪戦ですね。争奪戦です。じゃあ次に行きましょうか。でこれはですね、はい、これはね、愛ちゃんが静岡から、はい、島田にお料理を取りに行って、やっぱり事故かなんかで、バイパスの事故かなんか渋滞に巻き込まれる、はい、でお客さんたち集まってきて、うちの店の中でこうやって座談会みたいなのやってるんです。でどうだろう、10分15分くらい遅れて着いたんですかね。次行きましょうか。そしたら奥の黒い車が愛ちゃんの車で、お料理入ってるのお客さんたちが運んでくれてるの。すごい連携プレーですね。言ってもらえないように、どんどん手を出してくれる、はいはい、次行きましょうか。この人もいい人だと思いますよね。近所の、会計事務所のおほえさん、お母さんなんですけど、こうやって持ってきてくれまして。で次行きましょう。でこうやって、みんなで並べて買い物が始まるみたいな。これ大手スーパーだったら私はクビですね。お客さんに荷物運ばしたらね。全然ダメですね。でこういうことが起きるのがとってもね、うちの店開いてみてよかったなと思うことですね。いや、私も実はその噂でいろいろ聞いてたんですね。ごちそうマートのこと、長谷通りにも友人がいまして、はいはいはい、やっぱり大型のスーパーがなくなったということ で、あれを目的に引っ越してきた友人もいたんですけど、うん、あれがなくなってどうしようって言った時に、うん、ごちそうマートがあるっていうのを聞いて、うん、行き出したって言いました。で一回ちょっとこう、ま、なかなかこう踏み出すのがなかなか若い世代の方ってね、うん、ちょっと不得意なんですけど、うんうん、でもね、一回入っちゃうと、そう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 、なんとなくね、毎回来たく、それでどんな人呼んでるかっていうお話をね、はいはい、いい人たちが来てるんですよ。で私ね、SBS でレポーターもやってるもんですから、はい、取材をした人にね、
来ませんかって言うとですね、行きますって言ってくれた人がいて、今度明日来てくれるんだ、はい、明日来てくれる石津マートさんっていうのが、はい、これはね、焼津の小川港の近くの、はい、小さなスーパーマーケットなんですけれども、うんうん、いろいろなんとかストアみたいなどんどん潰れていく中じゃないですか、うん、その中ですごく元気にやってて、うん、お母さん子供さんが5人いるんですよ。わで、その5人の子供たちと一緒に、はい、店のテーマソングを作ったっていうすごい可愛い話で、それを見ていただきたいと思います。小さなスーパーマーケットです。この店のテーマソングを歌いました。うん、お客さんに可愛がられて育った子供たちがありがとうの気持ちを込めました。かわいいんですよ。焼津市石津港町小川港に近いところに45年前石津マートは開店しました。若い頃取材もしました。そうですね、大船に比べれば10分の1の広さです。トンボマグロの刺身やカツオのへそのフライ、お年寄りのために小さく盛ったお惣菜が人気です。もう一人になっちゃうと思います。あれをできるでしょう。わざわざここまで来る。これは何でしょう。これは長波、ゆで長波です。好きなお客様も本当に大好きで待ち望んでる商品なので。優子さんには5人の子供がいます。お手伝いする子供たちをお客さんは可愛がってくれました。今の時代にないような、ね、人と人とのつながりで本当に温かく育ててもらったんですよ。それでやっぱ皆さん何か恩返しができないかなと思って。いいお話じゃ。やめてくださいよ。なんか何私もちっちゃい子供、ちっちゃい頃とかおぶってもらったりしてお客さんに。優子さんが口ずさんで作ったメロディーと歌詞に鳩子の田中俊幸さんがアレンジ、お父さんと演奏をしました。そして5人の子供たちと家族が歌いました。町内の祭りの掛け声も入ります。地元、家族、親戚の力が店を育てています。本当に一人一人を大切にして心からの、ね、お迎えをしてあげれば皆さん来てくれると思いますので。いい話ですよね。ふっと来ちゃいましたね。インタビューしながらほろっとしちゃってます、ね、そうです。私もなんか前の気になりましたけど、だから今の大型店とか、はい、インターネットショッピングとはもう全然違うお客さん見て、 うちの店でもね、ちょっとサイズが大きいよって言うともう次には半分のものを持ってきて、値段も半分にしてくれて、やっぱお客さん見てご商売することの大切さみたいなのをね、優子さんから教えてもらいますよね。ね、やっぱり本当に今こういう時代ですけれども、やっぱ人と人とが会うっていや大事ですよね。本当に大切だというふうに思います ね本当に改めて今もうね思いました。で、今のがどちらかというこれ一番人気なんですよ。静岡で1ヶ月に一遍しか来ないんですけど、すごい人気で新しいお刺身に行きますので。あ、そうなんですか。もちろんだって小川港の近くの、ね、スーパーなの で、 で、はい、こういう人もいるかと思えば、今度は自分の主張を自分のこう社会に対して主張をしていて、それで取材したというか、はい、方もいらっしゃって、うん、そういう方の人にですね、放置竹林ってあるじゃないですか、はい、放置竹林じゃない、はい、放置茶園だ、お茶、はい、お茶です、お茶、はい、お茶が伸びたらこんな見たことあります？見たことないです、カットされた角刈りのような、気をつければ山の方行ったらもう人の背丈より高い茶畑っていくらでもあります。手が入らなくなったから、そういうところのお茶を、はいはい、番茶にするということをしてらっしゃる方がいて、その方も来ていただいてるんですが、こちらも動画を見ていただきたいと思います。はい、島田市川根町です、はい、私の後ろにあるのは30年以上手がつかなくなった茶園です。しかしここから古くて新しいお茶ができるんです。元気に
島田市川根町でお茶狩りが行われました。手が入らなくなって背が高くなったお茶の木を枝から切って運び出します。これいくらでもあります。このお茶は在来の茶の木で、耕作放棄して30年以上経っている茶園ですね。手入れが大変なことと後継者不足で耕作放棄となりました。この荒れた茶園から新しいお茶を作ります。冬の時期に刈るのは茶の芽が伸びないためカフェインが少ない状態だからです。かつて緑茶工場だった場所は番茶専門の工場になりました。刈られたお茶の枝を細かく砕いていきます。この番茶は茎が主な原料、茎が7割、葉が3割のブレンドです。緑茶のように葉を蒸すことはなく薪の火で焙煎していきます。ガスでも実験してみたんですけど、やっぱ太い茎の芯までが火通んなくて、薪でやってみたら遠赤外線の力かで通ったんで薪でやってます。こうして番茶が出来上がりました。30年以上放置された茶の木から作ったのは30年番茶と呼びます。このお茶は県内8カ所で売られています。カフェインの少ないお茶っていうことです。体を温めるお茶っていうことですね。香ばしくてホッとする味です。山の木を使うから山の再生にもつながるし、農薬も使わないから皮も汚さないし、それで健康にいいお茶。知らなかったです。私も知りませんでした。でこういうお茶ってとんがったものじゃないですか、はい、うん、はい、で売れるのかなって心配したんですけど、はい、売れるんですよ。ね、安藤地区の方ね、すごく好奇心が強くて、はい、こういう新しい商品とか、カフェインの少ないものってね、買ってくれるんですね。あ、そうなんですね。ね、なんか飲みたすぐ飲みたくなる。いやいや、優しい体が頭優しい味ですよ。そうですね。それで意外と組み合わせが面白くて、こういうとんがった人と、はい、それからしらす屋さんみたいな人が一緒に出てくれると、しらす屋さんに来た人がちょっと興味持ってお茶を飲んでくれるとか、お茶を飲み会に来てくれた人がしらすを、買ってくれるとかって相乗効果あるんですね。いい空間ですね、本当に。うん、それでね、はい、土曜日には、はい、焼津のイラストレーターの山村智代さんといいまして、はい、すいません、いきなりカエルちゃんですね。カエルちゃんの人、はい、ご存知ご存知、ここの人ですね、はい、ズームしてます。はい、ここかな、この人です、はい、このカエルの人が来てくれるんですけども、ずっとこの人私取材でお世話になってまして、で、ごちそうマートのバッグを作っていただきました。わー、すごい。そう、一昨日くらいにできて、はい、はい、バッグ出しますよ。じゃあお手伝いしますよ。そんな大きいもんじゃありませんよ。これです。あ、かわいい。え、すごい。そうでしょ。え、これお、本当ごちそうマートの。そう、これごちそうマートの、はい、まあ、のれんもこの通りごちそうマートってありまして、それでね、山村さんって買い物すると茶色い紙袋の上にサラサラってイラスト描いてくれるんですよ。へ、でこれを実は紙袋の上に描いてくれたんですね、はい、そしたらそれを見たみんなが素晴らしいって言って、バッグ作りたいって言って、バッグがようやくできました。すごい、うん、出来たてのほやほや。へ、かわいい。ほら、カエルがあれでしょ、中で、ね、かわいいね、店番してて、ちょっとね、ここにあるんですよ。それからカツオかマグロがいて、それはきっと石津マートだと思います。はい、こんなバッグもできまして、コミュニティとして育ってきているなという感じです。すごい、そこのごちそうマートの空間でおしゃべりもできて、こうやってバッグまでできるって、どこまで行っちゃうんだろうって思ってますね。うん、まあ、この辺だろうと思いますけどね。まだまだなんかいろいろね、はい、おもちゃ箱みたいに出てきそうですね。はいはい、まあ、そのね、はい、うちのポリシーとしては、はい、とにかく儲からないように頑張ってます。はい、
はい、儲けようとするとですね、数字を追っかけて、儲からない人をやめてほしいってことになるので、儲からないをテーマにして長く続くことを目標にしております。はい、これからどんどん楽しみで、私もちょっと行かせていただきます、ね、来てください。エコバッグ持って、はいはい、行かせていただきます。さあ、そろそろお時間ですか。どうですか。はい、1本動画見ますか。それじゃあ、はい、もう1本はですね、この人もですね、とっても素敵な人で、元テレシーズのディレクターですね。わあ、はい、女性で、その方が、ごちそうマートに来てくれてお店を開いてるんで、じゃあ最後の1本見ていただきましょうか、はい、岩崎こんにゃくさんです。どうぞ。ごちそうマート、今日は岩崎こんにゃくさんが来ています。そしてここの名物はこんにゃくの詰め放題です。常連の小高さんが今上手に詰めてくれています。小高さん、見せて。おー、だいぶいきましたね。今4個です。4個ですね。まだまだです。1個100円で、4個で今400円まで参りました。はい、はい、5個、これで500円です。これでペイしますね。はい、まだいきますか。まだまだあと6個。だいぶ苦しくなってまいりました。はい、あ、ちょっと何して食べる、それ。いや、ね、これはお刺身でも食べられますよ。はい、今これ6個目ですか。6個目です。7個は行きたいですね。そうですね。どれ行きましょう。はい、今こちら、どれ。あ、これ、はい、7個目入りました。はい、ちょっとズルですね。これギリですね。ギリですね。ちょっと見せてください。はい、はい、持ち上げて、岩崎さん、どれでもいいですか。はい、いいです。はい、OK、出ました。7個入りました。今日は焼津の練り製品とうちのバタ練りこんにゃくで作った焼津おでんを持ってきました。見せてください。はい、説明していただくと、はい、こんにゃくはこちらです。バタバタ音を立てて練ったバター練りこんにゃくで、気泡がたくさん入ってますので味が染みてます。はい、あとは、ナルト、黒はんぺん、ごぼう巻き、このあたりは焼津の練り製品です。みんな近所のお店です。ナルト、はい、黒はんぺん、ごぼう巻きですね。あと大根と卵入ってます。大根と卵入ってます。焼津おでんって何が違うんですか。焼津おでんは、焼津といえばナルトが生産量全国1位ですので、まあ、ナルトを中心とした練り製品がたくさん入ってるおでんです。これをそのまま食べられるお刺身こんにゃくです。夏にもこんにゃくを食べてほしいので、お刺身こんにゃくを持ってきました。こちらです、はい、これはどういう商品ですか。こちらは、生芋をすりつぶして手作業で練り上げた手作りこんにゃくにからし酢味噌をつけて食べていただきます。はい、でもう1点いくと、はい、あとはところてんです。はい、こんにゃく屋さん、ところてん作るんですよね。そうですね、夏場はこんにゃくが閑散期になるので、うん、伊豆の天草を使ったところてんを作っています。特徴は何ですか。もうこれもですね、手作業で天草を手洗いして、で半日かけてじっくり煮出して、何度もですね裏ごしした手作りのところてんです。はい、たくさんですね。はい、岩崎こんにゃくさんは来週の水曜日にいらっしゃいます。はい、もうなんか毎日楽しいですね。はい、楽しすぎたら何かありますね。ありますね。いやいや、もう本当いろいろ今日も情報、もうお腹いっぱい、情報はいっぱいなんですけど、お腹すきました。はい、ぜひ来てください。今日スタッフのお弁当も伊佐口さんのってお弁当は今日は違うと思いますね。違います。はい、また今度は、はい、ぜひぜひさせていただきますので、はい、はい、ぜひごちそうマートまだ行ってないよという方、長谷通り、はい、分かりやすいところにありますね。もう静岡浅間神社の、そう、長谷通りクリニックのちょっと北街道寄りって言ったって分かる人はね、分かる人は分かるけど世界的にそうそう、はい、発信されてますので、ね、はい、世界の皆さん、長谷通りクリニックのちょっと北街道寄りです。はい、ということで、こういったね、なんてバックもできたりとか、もういろんなこう活動が、ね、盛りだくさんですのでね、ぜひ皆さん行ってない方はぜひとも足を運んでいただければなと思います。鈴木さんはまたレギュラーで、ね、来ていただけると。ありがとうございます。はい、またお邪魔します。はい、私もすごい鈴木さんに今日会えて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。美味しいものをたくさん食べたいと思います。
さあそろそろもうエンディングということで早いですね。はい、早いですね。私ね、放送局の人だもんですから、終わった時間過ぎてるって言うとね、もうなんかたまんないんですよ。そうですよね、わかりますわかります。もう時間過ぎてるよ、大丈夫ってさっきから心配してたんですけど、ここでそういうことがないみたいで、誰も、ね、指示を出していただけないので、自分で管理、はい、ということで、じゃあまた来週になっちゃいますか。名残惜しいですけれども、はい、来週はですね、また火曜日12時にスンテレ始まります。そして次回はなんとミュージシャンのスタジオジャックということで、ここがまた音楽堂のようになります、はい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 、スンテレも進化してますけど、はいはい、ついていかないと。そしてチャンネル登録を皆さんよろしくお願いします。なんと200人突破しまして、今2022です。はい、ぜひとも目指せ300人ということで、すぐにそれでまだですね、少しずつということでいきたいと思います、はいはいはい、ということで今日もイベント盛りだくさんの話題と、そして鈴木さんにはたっぷり美味しいものを紹介していただきましたので、お腹すかして今日はお昼いただきたいと思います。今日は皆さんご覧いただきましてありがとうございました。また来週も見てください。あ、まだあ、はい、どうぞどうぞ。あ、じゃあ山田さんも、はい、オーガニックナイトは初開催頑張ってください。はい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 、はい、せーの、見てね、はい、見てね、え、声出さないの。はい、じゃあ行きましょう。はい、見てね。はい、はい、ありがとうございました。